皆様こんにちは、ランです。数ある動画の中からご視聴いただきいつも本当にありがとうございます。本日の動画は大人気ファッション通販サイトグレイルさんのアイテムでルックブックとなります。夏の新作をギュッと詰め込みました。私は身長 172.6cm、 体重が現在 53kg で、体重は実は今視聴者さんと1年間ダイエット企画をしております。骨格がストレートでございます。本日の動画はグレイルさんで高身長の私がとっても優勝すると思った、高身長骨格ストレートさんに向けて参考になったら嬉しいなと思い作成した動画でございます。低身長の方も普通身長の方もですね、丈感、色味など参考にしていただければ嬉しいですし、同じ骨格ストレートの皆さんは、着痩せのコツが参考になったらいいなと思います。それでは早速一つ目のコーディネートです。一つ目はこちら、ちょっと骨格ストレートさんが苦手そうなふわっとしたチュニックなんですけれども、それをですね、パンツ合わせではなくミニで合わせて着用してみました。骨格ウェーブさんや低身長さんなんかはスキニーがこういうペプラムトップスは合うと思うんですけれども、骨格ストレートさんはですね、こういったポワッと広がるトップスがちょっと苦手な骨格になっております。なのであえて体のシルエットに近い柔らかい生地のミニスカートで今回は合わせてみました。またこちらのトップスですね、デザインが立体的なフラワー柄になっているのが非常に高見えするポイントだなと感じております。スカートもですね、結構長さがある感じなので、本当に骨格ストレートさんが隠したい太ももの一番太い部分をぴったりと隠してくれるデザインとなっております。1着目のこちらのトップスですね、肩部分がリボンで結べるのでとっても可愛らしくて本当におすすめな洋服です。続きまして2つ目は、今年トレンドの折り返しのパンツをですね着用してみました。 Y2K っぽいストリートな感じで着用するか迷ったんですけれども、三つ編みであえて私らしく若干可愛らしさを残したコーディネートとして仕上げました。骨格ストレートさんは足の形、肉感を拾ってしまうズボンがちょっと苦手な骨格、それから高身長さんは丈が足らない問題に当たりやすいんですけれども、そのどちらの悩みも解決してくれるようなストレートパンツをグレイルさんで発見しました。コラボアイテムなので少し値は張りますが、一着持っていて間違いのないパンツです。こうやって折り返ししなくても楽しめるパンツなので 2way で楽しむことができます。こういったストレートパンツと今回はですね、リブニットのトップスで合わせてみました。リブニットのトップス、実は骨格ストレートさんがちょっと苦手なアイテムでもあります。また高身長さんも少し体格がよく見えやすいトップスです。しかしこちらはトップスの首元部分、それから裾部分がチャックで開け閉めできるアイテムとなっているので、抜け感を演出して着用を楽しむことができます。そのためですね、全体的にすっきりとしたシルエットでお洋服を楽しめるようになっております。また骨格ストレートさんは胸の厚みがですね、非常に気になる骨格になってるんですけれども、私はこう胸の厚みが嫌なので、お洋服楽しみたい時は胸元にボリュームが出ないようなパッド入りのトップスキャミソールなどを着用してインナーも調節するようにしております。かなり太もも周りがゆったりとしたパンツなので本当におすすめです。近くで見ると分かりやすいのですが、こう張りのある二の腕をカバーしやすいトップスっていうのはちょっと選んだ方が夏はいいかもしれませんね。トレンドの Y2K ファッションも
合わせ方次第ですっきりとゆったりしすぎない感じで着用が楽しめるのでぜひお試しください。続きまして、夏らしい軽やかなトップスとトレンドのベージュのミニスカートのコーディネートでございます。こちらのトップスはですね、本当にひらっとひらひらっと届いた時心配になってしまったぐらいひらひらとした動きが可愛らしいアイテムでございます。ちょっと分かりやすい角度があるかちょっと微妙なんですけれども、前後でですね、トップス丈の長さが少し違ったアイテムとなっております。横から見るとこう前の方が短くて軽やかなので、ちょっと着太りしてるように見えがちな形ではありますが、こちらのトップス横部分もしっかりと長さがあるのでスッキリとしているシルエットになっております。ひらひらと軽やかなですね、このトップスはまさに今年の夏の暑さにぴったりなアイテムですよね。スクエアネックになっているので、骨格ストレートさんの、得意な首元が出るデザインになっております。二の腕の張り感は苦手な方、高身長の方は体格がよく見たくない方が多いから結構二の腕隠しがちだと思うのですが、あえて二の腕はこう思いっきり出しちゃうファッションも全然いいと思っております。でまたこちらのスカートなんですけれども、高身長さんにはちょっと丈が短く感じました。なのでもし購入される際は一つ上のサイズがおすすめです。トップス近くで見ると本当にガーゼじゃないですけど、それぐらい軽やかな素材感となっております。透け感も結構あるので、インナーは要注意ですが、とっても可愛らしいトップスとスカートです。スカートはですね、トレンドのローウエストなのでスタイルアップはそこまでできないかもしれませんが、ミニを楽しむのにはもってこいのアイテムです。続きまして、夏といえば定番の T シャツですね。グレイルさんでとっても可愛い T シャツを見つけたので、こちらの T シャツをご紹介させていただきます。ちょっと遠目だと分かりづらいのですが、ハートが刺繍であしらわれておりまして、刺繍デザインの T シャツってもうとっても可愛いですよね。そんな刺繍デザインの T シャツをせっかくならシンプルに、カジュアルすぎずでもお上品で可愛らしい感じに着こなしたかったので、ルックワンで登場したミニスカートがまた登場でございます。 T シャツもですね、骨格ストレートさん結構物選ぶんじゃないかなとか、今身長の方はサイズ感間違えるとピチピチになってしまうとかあると思うんですけれども、ボトムスの形とかを結構気にすると、骨格ストレートさん高身長の皆様でもですね、スタイルアップしてちょっと華奢見えして着用を楽しむことができます。スカートのポイントはご自身の太ももより少しゆったりとした広がりをしていて、ウエスト部分はキュッと締まっているものを選んであげるとですね、非常に着痩せするんです太ももお尻周りも華奢見えします。さらにこちらはですね、スリットが入っていて、中はショートパンツになっているのでとっても安心できるボトムスです。トップスはこんな感じでですね、刺繍が前後左右にあしらわれておりまして、まさにお値段以上の T シャツでございます。 T シャツを選ぶ際は肩がジャストぴったり肩っていうところで切り替えがあるものを選ぶとよくて、二の腕とかちょっと落ちてるところで切り替えされているとそこから広がってしまうので、ガタイがよく見えたりちょっと着太りして見えやすいので、T シャツを選ぶ際は肩周りがしっかりジャストの位置で切り替わっているアイテムを選ぶのがおすすめです。またこういった T シャツコーデスニーカー合わせる際はごつい
ラットシューズよりは割とシルエットがすっきりとしているスニーカーを選んであげると全体的なシルエットが引き締まって細見えしますので、こちらもぜひ参考になったら嬉しいです。続きまして、結構華やかな感じのアイテムを選んでみました。着用しているトップスは以前私の YouTube 動画でご紹介したトップスの色違いですね。色違い前回ご紹介した方が本当に大反響であっという間に完売してしまったんですけれども、ホワイトがまだ在庫あったので今回はホワイトを合わせてみました。やっぱり夏でもロングスカートを楽しみたいなと思う方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、こちらのロングスカートはですね、アシンメタリーなデザイン、トレンドのフィッシュテールのようなデザインで、ギャザーがしっかり入っている非常にデザイン性の高いスカートとなっております。スカートはスカートでもこうやってちょっと動きがあるスカート、それから足首がしっかり見えるようなスカートを選んであげるとですね、華奢見えポイントとなっておりまして、トップスもこう肩だけ出て二の腕が隠れるようなトップスを選ぶと上半身も細く見えます。とっても可愛いですよねこの組み合わせスカートのデザインはちょっとくすんだベイビーブルーのような藤色のようなブルーで、お花柄があしらわれておりまして、トップスはこう縛り方次第で肩にボリュームを持ってくることができるツーウェイのデザインとなっております。とてもお得ですよね高身長の方はですね、撫で型の方は肩にボリュームを入れてあげるとバランス取りやすいんですけれども、私みたいに結構二の腕に張り感がある方なんかはあえて肩を出してあげると全体のバランスが取りやすいです。髪型はハーフアップなので、頭周り少しすっきりさせてあげた方がまとまりも出ますね。ロングスカート履く際は肩や足首、首、手首など首ポイントが出るといいかと思います。続きましてワンピースのご紹介です。こちらのワンピース、新作のワンピースとなっておりまして、ルックワンで登場したトップスのロングワンピースバージョンです。骨格ストレートさんが苦手な位置での切り替えとはなっているんですけれども、こういい意味で素材が重たすぎず広がりすぎず厚みがありすぎないワンピースとなっているので、非常に体のラインを広いすぎず膨らみすぎず着用ができる、それから肩のストラップ部分が細いのでキャミワンピ風に着用ができるということで、こちらもですね、非常に高身長の方、骨格ストレートさんの方、骨格ストレートさんにおすすめなワンピースとなっております。後ろがですねリボンでこうインパクトをつけられたり、背中がパカッと開いてるのがまた抜け感が出てて非常に可愛いです。やっぱりこうワンピースっていろいろなデザインのワンピースがあると思うんですけれども、なるべくすっきりして見せたい方なんかはですね、背中周り、首元、デコルテ周りが空いているワンピース、それからもう思いっきり二の腕が出てしまってるワンピースを選ぶ方が結構着痩せが叶いますね。こちらのワンピースはデザインとしては立体的なお花柄があります。ただこうちょっと薄めで見ると分かるのですが、裏地がついていないんですよね。裏地がついてないのでインナーによっては非常に透けやすいものとなっております。そのため、皆様は中にインパン、ペチコートなどの着用がおすすめとなってます。先ほども出てきましたが、髪型はハーフアップなど顔周りがちょっとすっきりするようなローポニーテールなどで合わせてあげるとバランスが
取れるかなと思います。それでは最後のコーディネートのご紹介です。最後のコーディネートは、トレンドのちょっとスポーティーな感じでヘルシーな感じですね。着用しているこちらのトップスなんですけれども、今回の動画でずっと着用していたカップ付きのキャミになっております。骨格ストレートさんは私が現在着用しているようなニットのロングスカートが結構苦手だったりするんですよね。でもそれを夏でも楽しみたいと思うじゃないですか。その気持ちを叶えてくれるスカートがですね、今回こんな透け感がある抜け感スカートとして登場してくれました。とっても暑い夏なので、このカップインのキャミソールってたくさんの方が着ると思うのですが、やっぱり張り感のある二の腕を出してしまうとちょっと露出度が気になるとか、あとは太いのが気になるとか、いろんな方がいるかもしれません。そういった皆様はちょっと丈が長めのチアシャツを上から羽織って、片方の肩だけこうやって出すと華奢見えするので、とってもおすすめな着こなしです。それからスカートもですね、ロングスカートが履きたい場合、このような透け感のあるデザインを選んであげると全体的に暑苦しくなく重くもなく、スタイルもすっきりと統一された風に見えて、で長めのシアーシャツがおすすめな理由は、隠したいお尻の張り感をシアーシャツで隠すことができるので、こちらも着痩せポイントになるところとなっております。この透け感が非常におしゃれで可愛いですよね。気になるところは隠して、出すところは出すというのが高身長さん、骨格ストレートさんでは特に気にしていただけたらいいかなと思う着こなしポイントです。今回もたくさんのアイテムたちをご紹介させていただきました。皆様のお気に入りはありましたでしょうか。お買い物のご参考になりましたら幸いです。それではまた、バイバイ。